皆様、本日は最後まで楽天イーグルスファン感謝祭をお楽しみいただきまして誠にありがとうございました。では本日の最後に楽天イーグルスを代表いただきまして楽天イーグルス監督梨田昌孝より皆様に一言ご挨拶申し上げます。大きな拍手でお迎えください。梨田監督の登場です。東北の皆さん、そして楽天ファンの皆さん、今日お集まりの皆さん、本当にこの寒い中大勢集まっていただきまして本当にありがとうございます。楽しんでいただけましたでしょうか。この度 FA を宣言せずに残ってくれた選手が5人います。島選手、青山選手、後藤選手、牧田選手、もう一人、聖沢選手です。これはですね、笑いを取るためにわざと今忘れたふりをしておきました。こうやって、みんなでですね、力を合わせてやってきたファン感謝で非常に思い出に残る雨と寒さだと思いますけども、来季からこの東北楽天ゴールデンイーグルスを指揮を取る、ことになりましたけども、ぜひですね、皆さんと共に明るく楽しく、そして力強い野球をしていきたいというふうに思います。監督コーチが選手を叱るよりもファンの皆さんが後押しをしてもらえればもっともっとより強いチームができるんじゃないかというふうに思っております。ぜひ来年も大きな声援をお願いいたします。そして最後に東北の皆さん、全国の楽天ファンの皆さん、この球場にお越しの皆さん、大好きですよ。ありがとうございました。梨田監督、ありがとうございました。では本日の最後にこの後選手がフィールドを一周いたします。準備が整いますまで今しばらくお待ちください。本日はありがとうございました。